今までの日本とこれからの日本ということで、まあ、どんなことが、ね、大きく変わっていったか。これからは誰も決めてくれないですよね。あなたが決める、ということです。本当に思いを叶いますからね。同じ人間で24時間で条件が一緒なのに差なんてないんです。個体差は夢を掲げて、最高な、ね、ライフスタイルを送ってほしいなと思います。